58秒。あ、開けましたね。白ジュナさん、今白が押さえた手ですか。ここで当て込む、はい、そうなんですよ、はい、ただ怖い手ではあるんですよ。どんどん出てくる。そうなんですよ。でこれがまあ先手で効きますよね、はい、いやーこれはね怖すぎますね。これでまさかなんとかなるって言われてもちょっといやーこれは対局者心理としてはどっちも怖いですね。ちょっと怖いですか。怖いですね。本当かなっていう感じもありますよね。本当かなっていう感じですねいやちょっとこれは怖いですか。すごく桑原さんの打ったこれが非常に自然だと思いますね。多分なんですけど、まあ、ここですごく数値が下がったっていうのはここで当ててこうやって、あ、当たりがまだないですかね。2目あ、ごめんなさい、はい、そうですね、当ててこうやって次が、はい、まあこれで先手で効いてしまう図と、さっきのはこのこれでこれを打って、もしこうやってこうやってこう決まるとここの字が随分違うよねっていうことなんですよね。なるほど、はい、となると結構どこかで白も打つことできた可能性ありますか。あでもこのタイミングでこう打つのもまたちょっと怖いですよね。うん、そのあたりじゃあ黒が当てつないだ図で本当に少しだけ白地が減るんですが、はいはい、その数目で今のこれだけの数字の移動だと思いますね、うん、まあ確かにこれまた後々ちょっとこう寄せの具合もありますからいろいろあるの で、ね、ただここで考えてますね。ちょっとやるかどうか当てるかどうかですか。うん、まあ、聞けば絶対黒は打ちたいんですよ。残り10分です、はい、あ、でも打てるじゃないですか。こうやってこうやってここで単に出てればいいのでこうやっても、あ、また両取りです。本当だ私が打ってたら一瞬で負けますねでも結構もう長い時間解説されてるんで両当たりをうっかりするようになってきちゃいました出てきますよね、はい、でもこれいやでも結構これは黒なんとかなったんじゃないですか。なんか怖いですね、はい、これはちょっと白の方が怖いですよ。はい、怖いですですね。なので、はい、そうなると当ては反撃はできない、うん、ですね。これには次ぐらいの相場でしょうね。うということで今当てたところ手を抜いた。あ、当てれないですね。これは当て込むチャンスじゃないですか、はい、白が13の17当て込むとまた白から切りが先手なのでちょっと嬉しいんですよね。そうなんですよね。スト3目飲み込む手が残りますからね。55秒。おー、いきました。いきました。白12の5。これは黒はチャンスだったですね。この数目がまた、まあ、物を言いますね今後に。うん、これ大きいですよ。確かに黒もここはつなぎたくないけどでもちょっと切られるとね先手で切られちゃいますからね。黒11の6次。やっぱり小西さんも怖くなっちゃったんでしょうね。いざ当てられ、当てた時に切られるかなっていう。白12の18下がり。うん、黒10の15。小西さんはちょっと狙ってますね。はい、ここはちょっと時間を使って、まあ、白も受け方が悩ましいですよね。そのさっきの割り込みを気にしなきゃいけないのか、別にそんなことやられても黒だって傷んでるでしょっていう見方もあるので。30秒。どのくらい警戒すればいいのかですよね。そうなんですよ、はい、黒割り込みを打つと結構薄くなりますから、うん、コウに負けると右下の黒がかなり痛みますからね、うん、続けて下辺攻めていくのか、はい、そうですね、うん、黒9の17。40秒。白はさすがに手を抜くのは怒られますか。あー、それは怒
怒られるかもしれないですね。コスまれると結構目がないと思うんですよ。やっぱ飛んでないと危ないと思いますよ。58秒、うん、そこはやっぱり形の急所で10、18、うん、逃せないですね。黒10の17、次々いきますね。白もここでどう受けるか大事ですよね。どう受けるんでしょう、ね、50秒、55秒、白11の17、黒9の18、55秒、58、白13の18、50秒、55秒、黒14の18。さあここで白はどう下辺確保しましょうか。さすがに手を抜くのは危ないので。そうなんですよ、うん、白、うん、11の19、ちょっとこの生き方が気分的に悔しいんですよね、うん、評価値はこれで黒が上がりましたけど、私持ってたらここに打ったと思います。本当ですか。下がりだと1眼だけど、これだとまた一線下がればもう1眼できるので、はい、より目を確実に中央の関係なども考えてちょっと増やした、はい、手堅い一手ですよね。50秒、ただ字的にはちょっと損と。そういうことですね。55秒、さあどこで寄せよう。あ、そっちですか。黒3の2、下がり55秒、58秒、白行きました。やってこいとということですね。やっぱ受けるの辛い。そうですね、3回目ぐらいのゴングが鳴りましたか。これおや7回ぐらい多分もう何回かもう何回も聞いてますよね。そうですね、はい、50秒、行きました。黒6の3、さあまた鳴りましたよゴングが。いやー大変な一曲ですね。はい、ちょっと今はね、まあ、こんなに空いてるから大丈夫なんですけれども、はい、何かの拍子にダメが詰まるとここ行って入れなきゃいけないっていうのがあるんですよね。でもここはもう白は断固として戦いますよね。あ、黒は意地でもこう、はい、白7の4やってもこういう手にもこういう手は普段ねつながるんですけれども、まあ、こうやってこうやってもう意地でも切るよというふうにきますよね。何があっても、あ、白跳ね出しました。そうですね、しかも割と手が早かったので読んでたって感じですか。もともと予定してたんですかね。押しますよね、はい、でまあ、ここはやっぱりさすがに丁寧に打ってきた分黒はもう完全に生きてますので、30秒、はい、まあ、ここはなんか切り離されても、うん、まあ、こちら側打っていれば、まあ、本体こっちですからね、うん、いいという判断で、黒この4ね、これは早いんですか。押していきました。さらに頑張っちゃいますか、もしかして。これ頑張っちゃいますか。お、頑張っ、これ頑張ると、あ、うーん、そっか、上当てるとどうなるんでしょう。上当てると、まあ繋いでくれればこれですぐ渡れるんですけれども、はい、これ、白がダメですか。切り離されます。これはこうやる手がありますよね。これ押さえると、押さえるとちょうど切りがあって、はい、こうやって渡れましたね。当たりましたね、はい。ってことは当てないで単に行きますか。そうですね、当てずに、はい、単にこうやる。40秒、でこうやりますか。お、これは何ですか。こうやって6の5、断点がたくさんあるので切れそうですが、お互い様ですね。まあこれ繋いじゃうとね、はい、もうこれはもう切られてひどい目に遭っちゃうんですが、うん、ここでこうやる手がありますか。あ、で取れば、まあ、すごい変化ですね、まあ、こうやるとこのこっちが危ないですよ。しかも3つも取ってますもんね。すごいですね、すごい
すごい変化です。55秒。どうだろう。あ、今行く。今11の3。うーん、でもあ、どっちから切るか迷ってたんですね、きっとね。うん、白もここで、いや決断が多いですね。毎回こう言っちゃいて決断しなきゃいけない。あ、下から当てましたね。これはでもすごい利かしですよ。うん、50秒。うん、こちらからですか。つないだ時に、はい、5000から当てるプランかもしれないですね。もうこれだけですごい得してるよって言ってる可能性はありますか。あります。下当てに変わったので。30秒。あ、いや、目いっぱい頑張るプランの可能性もありますね。やっぱあれ1本によってダメ詰まっても抜きが残ってるってすごい大きいんですよ。7の3。次黒が一回切りが入って、はい、今白が繋がなかったので、はい、切ってちょっと手数が伸びてるような意味がある。そうなんですよ。重得するというよりは、そうです、こすんじゃうかもしれないですね。まあ、切ってつなぎましたよね。はい、でここで、まあ、最強はこれなんですよね。はい、渡らせない、はい、でこう当ててこうやってこうやった時に、さっき切りでやりましたけど、今度こうやろうっていう、でつなぐと、つないだ時にこう切っていて、かなりダメは詰まってるんですけれども、はい、ここで切り一本があるので、こう当てた時にちょうどこれで取れてるんですよね。だからそうするとこれが危ないよっていうことかもしれない。白がもしも繋いでいたらこのプランはできなかった。そうなんですよ。これが、下ってこういう風になってると次これで取られちゃうので、行きましたね。行きました。多分このプランですね。読み切りですか。これは決めに行った感じがしますね。これは相当重いパンチが、そうですね、ありましたか。はい、実戦は今黒がコスんだところです。そうですね、これはパンチが入ったような気がしますね。うん、55秒58。ちょっと直接行くのは苦しいと判断しました。黒は追求し続けるのか。うん、羽ぐらいじゃないですかね。とりあえず、そうなんですよ。55秒。とりあえずこう打ってくれる手が38、そうね、地を損する手になっていますので、はい、とりあえず上辺ものすごく黒は入れましたし、あの、はい、抜きが残ってますよね。うん、ですのでそんなにここで意地でも取りに行くっていうことをしなくても良くなっている可能性はあります。はい、白4の8。羽50秒。黒3の9。伸び。これは冷静に行くことを選びましたね。はい、50秒55秒。白4の9。50秒。黒12の4。取り。コウにならないんじゃないですかね。なんか4線の出があるんですね。40秒。4線に出られてて、もう崩壊してしまう。そうです、崩壊してしまいますね。どこかは取られてしまう。12の3。そうですね。黒はこれ1本ですよね。なので黒も50秒。着実に行くか。あ、でもこれは結構4の10。結構行った方の手ですよ。お、55秒58。黒がここで跳ねて、うん、ここで激しくいくなら一番激しいのはどれですか。多分二段バネかな。あ、もうさらに今跳ねたところにまたさらに黒も跳ねてくる、ね、はい、落ち着いて冷静なら冷静。冷静はないですか。ほら行きましたよ、やっぱり。これは跳ねた人は跳ねますか。うん、と思うんです。はい、うん、これは取りに行きましたね。これは取りに行きましたね。55秒58。部分的にあまりうまくいかないと見て、一旦当てましたか。
そうですね、はい、黒跳ねました、はい、そうですね、はい、でまあここはこうやってこうやった時に、ね、切ってしまいますとこっちから切られて振り返りが、そうですね、この3目は何かと種なので、もっとこっちが全部死んじゃうかもしれませんので、これは伸びぐらいですか、はい、ここにつないできたら、まあ、黒はずっと伸びてるぐらいで、まあ、8B ぐらいです、うん、黒、今次ですね、はい、今次ました。ここは部分的にはどうなってん、ちょっと後ろが、まあ、黒が一番怖いのは、うんうん、こうやってこうやってこう下がってくる手なんですよね、はい、でこれぴったりダメを詰めてるのがすごく良くて、うんうん、こうやって、まあ、こう押さえた時に、まあ、この切りを打っておきますかね、うん、でまあ簡明にするならこれ持っちゃいますかね、うん、あこの30秒、まあ、でまあ、 あのこんな風にやってると、はい、まあ、ここがちょうどこれ飲み込めていますので、これは結構確かに嫌ですね、白、そうですね、ちょっと白嫌ですね、うん、ということで、まあ、羽を打ったのはそれが狙いですよね、意外とぴったり、結構ぴったりですね、ここは切れてるんですね、そうですね、いろいろ、55秒、58秒、白、8の6、あ、飛びでいきましたか、黒、5の7、あ、確かにこうやって伸びて、うん、こうやって切りだと、はい、ここに膨ら、このこれが効いてるので、うん、まあ、膨らまれてちょっと中で生きる可能性があると見たんでしょうね、このスペースで生きてしまう、そうなんですよ、はい、で今ここに打ったんですね、これでつなぎました、次ですね、はい、これで切った時にスペースがないと、はい、と言ってるわけですね、いや私ただちょっとこれが少し嫌だったんですよ、はいはい、今割り込むかなと思ったんですけど、あのこうやってこうやった時にちょっとここが気持ち悪いかなとちょっと思ったんですね、ただまあこの当ても残ってるから、まあ、こうやって繋いでて受かってますよって小西さんは言ってるんですね、なるほど、確かにこれで受かってますね、出てきてもこうやってきてもこう押してても、まあ、まあ、まあ、なんとでもなると、まあ、まあ、これにはこっち打ってても、まあ、多少捨ててもということですね、ということですかね、はい、いやでもこれ秒読みで読むのは大変ですね、でも、 でも黒は本気で取りに行っての先ほどの飛びだったと、そうですね、いうことですね、これはもう取りに行きますっていうことですね、そして実際は黒が飛んで白がつないで、はい、でまだ切ってはいないんですが、あ、切りました、行きました、10の6、はい、行きましたよ、切りになりました、はい、白4の2、ちょっと桑原六段もちょっと慌てた手つきですね、そうですね、もう何か打開策がないか必死のところですね、黒4の1、55秒、58秒、白3の5、まあ、白はなんとか目だけでもできる手がないかなということで、はい、今模索しているところですね、まだどうでしょうか、黒は何かを犠牲にすれば、もしかしたら、うん、でも厳しいと思いますね、うん、白はここにちょっとあの引きがあるので、はい、そうなんですよ、目がたちの足しにならないかっていうところなんですけど、ただこういう手を打ってること自体が、うん、あのすごくこうマイナスなんですよね、うん、今7の2に変わってすごく地を損してしまうんですよね、はい、うん、黒7の2、白12の7、はい、今白がここにやったの、うん、ほっとくとここで当ててこの種を取る手が残ってるんですよね、
でそれを防ぐためにこうやりました。でこれ放置していると白にここに打たれてこうやってでここのあすいませんこうですか。そうなんです。白が今取ってこうになる、はい、この全体がこうになっちゃうんです。これもコウ立てないですから黒はこれを仕掛けられてはいけませんので、はい、今白がこうやった時にここにダメを詰めました、うん、ここダメ詰めるとやっぱりこの5つ次こうね、うん、こう打った時にあと1手で取れるようになりますのでこっちで守るよりもこれが有効で、はい、白はまあこれを効かすことによって、うんうん、まあ、ちょっとさっきのこうコスミツケとかちょっと具合を見たいということですね。こう取りに行ってる時って一番こう危ない時でもありますからね。そうですね、リスクがありますから。そうなんですよ。白11の4コウ取り、うん、白もとりあえずじわじわ得をしてから黒15の8、ね、50秒1 2 3 4 5 6 7、うん、白4の7次、まあ、これは次にあの右斜め上に打つと目ができますので、はい、まあ、黒は目を取りに行きますよね。でもそうするととりあえず霧が残ってるっていうのはやっぱりすごく心強い。そうなんですよ、ね、白6の10あ引きましたねやっぱり、うん、黒4の11次50秒1 2 3 4 5、うん、そうですね白はこちらに打つ方が黒は悩ましいですね。6の11次、うん、ここで、まあ、一番理想的には黒は5線に切りたいんですよね。はい切りたい全部取りたいです、はい、全部取りたいですよね、はい、できるならまあ大丈夫のはずですけどね。行きました。行きました。はい。黒5の9。あ、当てから行きましたね。でもそのあたりを狙ってる。まあコスミツケを狙ってますよね。はい、これは多分ギリギリセーフですね。ギリギリセーフ。はい。つないでいてコスミツケにもつないでいて、はい、もう大丈夫ですね。大丈夫どころです、はい、まあ、当てにつないでいて、まあ、ここがちょっと気持ち悪いんですけどね、はい、まあ、多分ここにつないでいっても、はい、こうやってこうやって出ていって、こうやってこうやってこうやってこれ打たないとあんまり大したこともないので大丈夫ですね。これはこうやってこうやって押さえていて、はい、こうやったら、まあ、ここにあ、まあ、これでもいいのか、まあ、こうやってるとここ入れられないですね。で一瞬これがあるかなと思ったんですけど、はい、こうやったらちょうど、まあ、こっちに打っていてここから入れないのでダメが詰まっちゃってますね。なるほど、うん、でも行きましたよね。白は攻め入れますよね、うん、でも本当にギリギリなんですね、ということで今白がコスミつけていきました。コスミつけたところですね、はい、これは秒黒7の8次白8の10こうやって堂々と相手に打たれると、はい、読み切っててもなんか間違えてるんじゃないかなってものすごい怖いんですよね不安になりますよね。不安になりますよね。白8の1155秒。びっくりしました。今一瞬繋ぐかと思った。11そうですよね。ちょっと一瞬ドキッとしましたが、そうだよね、この手で白が押さえた時に切れば、はい、全部取れてるんですね。左上と中央の石も取れてると。そうですね、まあ、白はここで、一部だけでも助けようとすれば二目中央当て込めば、うん、まあ手にはなると。そうですね、はい、50秒1 2 3 4
白7の十二。黒8の12。これで1枚の白4つもギリギリ取れてると、はい、そうですね、ギリギリですね。あ、ここで投了となりました。黒番小西勝子八段の白押し勝ちとなりました。結果は黒番小西勝子八段の中押し勝ちとなり、第2回定型杯女流レジェンド戦は小西勝子八段の優勝という形となりました。はい、ということで吉原六段、はい、総評をお願いいたします。小西さんがここにつないだ時に、はい、桑村さんが手を抜いてここに打ちましたよね。はい、これがまずすごく流れを引き寄せる大きな、はい、ポイントだったと思うんですね。おそらくこのつないだ手で小西さんは何かここに曲げているとか、うん、してれば打ちやすかったと思うんですけれども、ずっと順調に打ち進めてましたよね。はい、ずっと評価値黒が良かったんですよね。うんうん、ですので、はい、ずっと順調に来ていたんですけれども、うん、ここにつないで白に渡りではなく手を抜かれていたのが、うん、まずちょっと1回目の転機でして、うんうん、でこの後こう出て切ってったって、はい、これがまあちょっとですね、白にこうやって突き抜かれて、でここにつけられて、ここにちょっと白地らしきものが出てきた、はい、ということ。あとはこれ切っていったんですけど、この一子にはまだまだ活力があって、そうですね、まあ、このあたりピタピタされて、この一子を白が取ったあたりではいい勝負でしたよね。そうですね、はい、あと気持ち的にはもう小西さんはもうちょっとすごく嫌なムードになっていたと思うんですね。確かにいいところからこう、そうなんですよ、追いつかれたなっていう感覚ですよね。そうなんですよ、それってすごい怖いですよね。怖いです、はい、うーん、ただそうですね、この当て込みまた久原さんがすごくいい手で、すごくこのあたり互角だったんですけど、この下がりからですよね。はい、え、本当にもうこの反目勝負になるんじゃないかというような場面でしたよね。雰囲気が漂う中、黒が下がって白が受けると聞かされと見て反応していきましたよね。そうなんです。で、うん、そこで小西さんがここに打ち込んでいった手が非常に厳しくて、あとこの切りを一つ入れたのが読みの入った手で、いや、そうですね、ここからの戦いはもう小西さん秒読みの中でしっかり読み切ってたのはさすがでしたね。そうですよね、いや、しっかりともう、いい手順で切りも打って、そうなんですよ、11の3ですね。はい、そうです、これですね、これを打って、はい、であとしっかり読み切って2段に跳ねて、しかしそこからの桑原さんの抵抗も見事でしたね。そうですね、お互いにいいところがたくさんあったですね。でも本当小西八段こうずっと落ち着いて打ち回していたじゃないですか。だけど最後の最後に力を出すところでバッて出すっていう、はい、その凄さもこうなんていうんですか、刀をこうファッと抜くタイミングとかがすごかったですよね。はい、そうですね、本当にレジェンドの強さが、うん、両者ともにふんだんに発揮された一局だったと思いますね。確かにお互いの持ち味が出て、はい、いやー、でも本当にすごい面白い一戦でした、本当に何回ゴングが鳴ったか分かんないですよね、うん、そうですね。でも本当に下辺打ち込んでから、はい、局面が落ち着いたところあまりないですよね。あんまりないですね、なんかもうずっとこう波及していって、まあ、一瞬開いたあたりでは平和にいくかなと思いましたけれども、そうすぐまた、また始まってっていう感じでしたよね。はい、いやー、すごかったですね。大熱戦、決勝戦にもうまさにふさわしいという感じでしたね。本当に素晴らしい曲だったですね。はい、はい、本当吉原六段、長い間解説ありがとうございました。ありがとうございました。第2回定型杯女流レジェンド戦決勝戦は小西勝子八段の中押し勝ちという結果になり、小西勝子八段が見事第2回定型杯女流レジェンド戦の覇者となりました。それではここで市ヶ谷の流星スタジオからお別れです。さようなら。